いやあ、始まったぞ。ダイヤモンドシティが舞台じゃ。わしの開発したピョロが大ヒット中じゃよ。わしじゃなかったっけ？うん？ワリオの会社。これ見たやつだね、体験版でね。俺様のゲーム、寿司食ってる。みんなの周り見ていこう。これはね、まあ、しっかりした実況は体験版の方で見てくださいね。アシュリーかわいい、動いてない、全然。あらりゃりゃ、うんちボタン。これ何一体。ゲームの方が吸い込む。ゲームの方が主導権あるんだ。あら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 。ナインボルトとか楽しみ。あとアシュリーちゃんね。体験版でやってない子たち楽しみだな。ちゃんと企画書書いてるじゃん。さあ、これ来ましたね。おっさまけるメイドインマリオ。さあ、こんにちは、すじのこです。さあ、今日発売日やっていきましょう。あれれれれれ、まずはストーリーからですね。こちらのワリオたちの、こちらからワリオたちのお話が始まります。様々なステージをプレイして冒険を進めていきましょう。そうそう、ここに流れてるメッセージは、ワイをしてる間早送りすることができますよ。本当だ。オッケー、じゃあやっていきましょうか。プレイ人数は1。何これ。ニューワリオ手始め。なんだかわけのわからんとこに来ちまったぜ。仕方ない、先に進むぞ。一人だけってことかな。一人しかいない。よし、行くぜ。やっていきましょう。もう普通で宙に浮いてんのがすげえ。ん？あれ？体が軽いと思ったら宙に浮いてるじゃないか。その後ろのプププで宙に浮いてんじゃないの？ゲームの中だからかな。まあ便利なのでよしとする。金儲けのためにお宝を探したりゲームを作ったり、ニンニクが大好きでいつもちょっと臭い。どこが臭いんだろう。口かな、やっぱ。オッケー、ここら辺は分かってますね。さあ、やっていこう。これは俺様が作ったステージ。え、そうなの？ん？何このバクテリアみたいなの。ウイルスって感じ。あいつの通った跡が汚くなってるぞ。うんちが出てる。俺様のステージも汚れてしまう。こら待てー。ゲーム自体はワリオが作ったゲームってことか。じゃあ、あら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 。なに、鼻が。あ、なんだこりゃー。オービロンに当たったよ。楽しいぞー。ゲームはやっぱ最高じゃ。ゲームスタートじゃ。意味わかんねえ。なんで、なんで鼻落ちてきてゲームスタート。来た。よし、全部取るぞ。はい、オッケー。ピースじゃなくて3取れ。はいはい。胃が健やかになりました。眠らせろ。はい、眠らせろ。オッケー、バッチリですね。ここら辺は3でスピードアップ。お、え、ここにいたんですね。クリケットも仲間に入った。ヤングクリケット、
強さを求めてマンティスの元で修行中。真面目で素直、肉まんが好き。ものすごい毛量ですね。毛がすげえ。ジャンプが得意。これも分かってるよ。え、18ボルトもオルトよ。アイススラッガー出すのがおもろいじゃん。頭のディスクがいくらでも投げれるようになったばい。これなら動かんでもよかねえ。ラップが得意な小学生。たまに大人と間違われることがある。レトロゲームが好き。小学生だぞ。間違えるな。18歳じゃないからな。9ボルトと友達だから何歳？ 9 歳？3人で交代しながら戦いましょう。よし、はい、これおお、こんなのあるんだ。ちょっとイケメンバリオ。よし、大丈夫だよね。難しくなりそう。こいつだ。当たったぜ。さあスピードアップ。ああいいぞいいぞいいぞ。鼻が伸びた。おお、剣が抜けた。全部出せ。ダメだったな今の。お、ボスステージ来たよ。どんなやつ。なにこれ。死んだ。ちょっと待ってやべ、分かってねえ。オッケー、分かった。くるくる回ってるだけだ。おい、大丈夫、できます。なんか鼻毛浮いてるよ。なんこれ。うわー、ふざけんな。ちょ、初見殺しひどいって。さあ来い。もう分かってるからな。意外が出るっていうの。はい、何これ。ああ嘘、ちょっと。ちょっと待って、恥ずかしい。あ、でも銃からできるよ。神ゲーじゃんこれ。神ゲーじゃねえか。また最初からやんなきゃいけないと思ったのに。よし、もう負けないぜ。まさか隕石撃ってくると思わないよ。よし、ちょっと隕石を注意しつつ行こう。ああ、降ってくるってあるね、確かに。もう、なんで。もう負けない。もう俺は負けない。一番最初、ボスステージに。苦戦しすぎでしょ僕。よし、来いや。はい、さあこれラストのはず。はい。やりました。あらー、お花惑星ゲットした。ブリブリー、大成功。初っ端から苦戦しすぎでしょ僕。ウイルスみたいな感じ。いたぞ。汚れが消えていく。多分あれはゲームをおかしくするゲームバグ体。なるほど、ゲームバグを全部退治したらここから出られそうですね。なんでそういう発想になったんだろう。出れるかな。先へ進むぜ。クリケットと18ボルトが仲間になりました。おお、1000コイン手に入れたよ。コインで何かできるのかな。よし、行きましょう。
図鑑がオープン、ミッションもオープン。次はモナちゃん、気張っていこう。ここも汚いな。ワリおじさま、みんな、わわわ、このバイク止まらないの。かわいい。バイトや部活で毎日忙しい女子高生、夢は冒険家でワリオに憧れている。すごい、近未来のバイクだね。とりあえず進んでみましょう。モナちゃん早くない？自分一人で。あ、トイレ生活。私の作ったステージもちょっと汚れてる。ゲームバグのせいね。もう許さないんだから。お、キャラクターセレクトきた。よーし、いくぞ。3人選んで遊ぶって感じか。あら、かわいい、モナちゃん。行ってきます。行ってきます。え、誰何これ、モナーズ。おい、ファンを家に住ませてんのか、あれ。何してんの。ただいまー。かわいい。わー、何してんのみんな。モナブーメラン。あー、モナちゃんのこんな姿見たことない。すぐめっちゃ綺麗になったじゃん。次の日、行ってきます。またやっちゃおうかな。またまた同じことやってる。え、なんで、意味がわかんない。掃除しろってことか。よし、クリアクリーン。フレッシュシャーピンズよ。剥がせ。よし、あら、かわいい、お嬢様。すっぴんでもかわいい。え、なんこれ。ちょっともう分かってるのに。合わせよ。いや、もう合ってたじゃん。今合ってなかった。抜け出せ。むずすぎる。呼び出せ。おい、こんにちは。はっけー。ちっちゃくなったな僕。スピードアップ。おお。どうしよう。いや、むずすぎるって。ちょっと待って。やべえ、僕下手とか上がってる、マジで。100コインでゲーム続ける、絶対やだ。やり直すわ。あ、そういう、そこで金使わせる感じ。あ、これ自分は逃げればいいってことか。オッケーオッケー。分かってねえ。よし。見つからなかった。早いな。よし、これは大丈夫だけど、ワリオのも難しかったな。よっしゃ。チャプチャプ。ほい。なんで意味がわかんない。鼻に詰めて何がいいのか。よし、あー、ホワイトボードってことか。よし、揺らせた。もう集中しちゃう。もうできない。
次は線を抜け。よしやだなんか抜いたのやだった。アヒルが出てきて、あ、これはやったね。オッケー、はい上に行けばいいだけ。おし、ボスステージ来たぞ。15だね。何これ。はい、これだ。で、ああ、はいはいはい、入った入った入った。あー、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。はい、大丈夫大丈夫大丈夫、余裕余裕。なんか嫌だ、気持ち悪いの来たんだけどねえ。あ、間違えた。合ってるよね。はいはい。で、残りがドライヤーと、あー、全部。よし、はい、どう？オッケー。あ、まさかできた？おーし、今回のボスステージはできましたね。状況把握力が必要だな、本当に。やりました。イエイ。キラーン。綺麗になってスッキリね。モナが仲間になったよ。よっしゃ、ここも綺麗になったと。次は、おお、おお、結構増えたね。ドリブル&スピッツファンタジー。あ、ナインティンボルトもいる。オービロも、あー、オービロじゃねえや、クライゴは。よし、ドリブル&スピッツ行きましょう。ブリブリー。これは、ここもひどい汚れね。俺様はこれぐらいの方が落ち着くぜ。ケツー、やだー、臭い、ニンニク臭い、おじちゃん。おお、二人とも、ワリオハン。ドリブルスピッツ。ダイヤモンドシティのタクシードライバー、ご近所から宇宙の果てまでどこにでも駆けつけるんだ。行きましょう、ファンタジー。あちこち見ても終わったけど、どこもかしこもめちゃくちゃですわ。ゲームバッグがゲーム全体に広がっちゃってるのね。ほな、ワテラのステージに入ってさっさと退治しましょう。おーし、行くぞ。モナちゃん大好きだから、もう好きな子選んでいこう。はいあ、お任せでもいいな。ドリブルとスピッツのぶっ飛び惑星ツアー。かしこまり、かしこまり、かしこかしこ、かしこまり、かしこ。すげえ、七ぞろい。乗っけてるよ。すげえとこまでタクシーやってんだな。てか、お金共通じゃないんじゃないの？よし、行くぜ。よーし、オッケー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 、回せてきた。体験版じゃ苦戦したけど。次は分けろ。やっべー、そういうことか。分かってなかった。よし、危ねえ、ギリギリ。よっしゃ、守ったぞ。これ後半めっちゃむずくなりそう。よーし、
いい感じ。さあ早くなって、どんどん行っちゃうよ。当たるな。じゃあくるくる回ってればいいだけ。乗ってきましたわ。はい、ハイタッチ、ハイタッチさしてよ。え、ダメだったの今の。よし、これ20かな。1234でしょ。オッケー、言った通りだ。あー、そういうことか。ちょっと状況把握が、初見状況把握が無理すぎる。これ続きからだとあれだから、やり直して、よし頑張ります。はい、来た、こっち。よし、あら可愛い。もう分かってるからな。あー、分かってなかった。窓閉めるんか。よし。捕まえた。ウィンナー星人捕まえたぜ。よし、ワンちゃん悪夢だったのかな。チューさせて、もうどうしてチューできないの。よし、取り返した。よーし、ハイタッチできた。あ、間違え、あ、3、はい。間違えてもいいんだ。ビビった。そうでっしゃろ。さあ、来いや。あー、もう勝手に動いちゃう。ひどい。くっそ。あ、上からか、こうか。オッケー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 、分かった分かった。さあ来い、2、4、5。はい、3。割っちゃうんだ。オッケー。頭が。チューさせて。おいチュー。よし、取り返した。すぐに。いいぞ、ペース的には。よし、悪夢消した。そういうことか。オッケー、大丈夫そう。よ、 いいよ。さあ残り3ある。あー、あぶねー、ギリギリ。よし、くっつけた。かわいいじゃん、スライム。守られた。ありがとう。いやー、来ましたね、ボスステージ15だ。さあ今回のボスステージは何だ。何これ、これを守るってこと。あ、ちょっと、よし、開けた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 。よっしゃ、乗せた。やった。サンドー、やりました、やりましたでー。
初見で行けました。よっしゃー、すっきり綺麗になりましたね。これで元通りやな。ドリブルとスピッツが仲間になりました。よっしゃー。あ、そういえば下のやつ見てなかったね。チャオー、あたしもな。ゲームのバグのお片付け終了。サルタブスクータもいい感じね。あたしのステージは生活だよ。毎日のちょっとしたことをゲームにしてみたの。お部屋のお片付けどこまでできるかな。レッツチャレンジ。毎度大きにドリブルです。ゲームの中でもスピッツアンと一緒に宇宙タクシーやっとりますわ。もうワテのステージで勝手な真似させまへんで。ワテらのステージはファンタジーや。魔法とかドラゴンとか何が起こってもおかしないで。安全運転でハイスコア目指してや。よし、はい、ということで今回はね3ステージやってみましたけど、いやーさすが面白いですね。さすがマリオ面白い。次回はね9ボルトからスタートしてみようと思います。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。